皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は8月19日月曜日、新たな1週間が始まりました。今週も音楽と機材もそんなに元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ご紹介の新規初投稿は平塚市の42歳シムヒデさんからのね、ギター用の直列ボードを投稿いただきました。誠にありがとうございます。つい先日ね、ツイッターの方でね、フェボーニューステッカー届いたよということでね、ありがたいご報告いただいております。誠にありがとうございます。でいつもね、ツイッターの方でいいねとかでね、お世話になっている、シムヒデさんなんですけども、トップページをね、拝見していてですね、このボードをいつか投稿いただきたいなと思ってたんですよね。そしたらですね、同じボードを今回ね、投稿いただきまして、つなぎ順は忘れましたが、いろいろやってみて収まった感じですということでね、ペダルトレイン風のボードなのかね、スノコボードなのか判別がつかないぐらいですね直列で、数々のねエフェクターがね乗っかっている、ボードになっております。でね、また乗っかっているボードがですね、プロフィールにある通りですね、なんか新品は買えないです、お小遣いでコツコツやってますっていう通りですね、ボスのね C1 とかですね、エレハモのホーリーグライル、リバーブのね古いタイプとかですね、アイバニーズのねワウとかですね、モーグとかですね、なかなかあの渋いエフェクター群、ヴィンテージ的なものがですねたくさん乗っかっていてですね、歪みの方もね、ビッグマフ、DS2 とかですね、こういったものが乗っかっていてですね、なかなか渋いボードだなっていう感じですね。次回はですね、ぜひともこの、サウンドね、聞いてみたいなと思いますのでね、マイギターも含めてですね、マイページ公開いただいているので、またリンクなどね貼っていただきたいなというふうに思います。またね、ステッカーも届きましたのでね、また貼っ付けていただいたりしてですね、拡張しましたらね、追加投稿もお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。続きましてですね、10回目の投稿、おささんですね。フェボおじさんがですね、コルグさん取り扱いのね、ロックボードの、クワット 4.2 っていうやつでですね、今大型のボードね、組み直しておりますけどもね、先を越された感じですね。デュオ 2.1 というですね、割と小型のね、ボードの方、今回ね、お買い上げされたということでですね、コメントにもね、わざわざ、記載していただきましてですね、コルグさんに早速お見せしたいなと、お知らせしたいなというぐらい嬉しい、投稿でございます。でね、今回はね、X ストンプミニをね、お買い上げになったということでね、マルチですかね、これを買ったということでね、拡張しなくちゃいけないということでね、このボード、お買い上げされてですね、パワーサプライが見当たらないじゃないかっていう方ね、いらっしゃるかもしれませんけどもね、こちら書いていただいている通りですね、裏側の方にね、設置できるんですよね。で、今回、何がおすすめですかっていうことなんですけどね、ポイントとしてはですね、やっぱりオールアイソレート、ノイズ対策をしてですね、各ポートがアイソレートされているということがね、やっぱ重要かなというふうに思います。それからね、可変ポートということでね、9V、12V、18V、これのね、可変設定がこうできるようになっている、パワーサプライがね、今出ておりますので、こういった、2つのね、ポイントをね、押さえていただいてですね、このボードに合う大きさのですね、パワーサプライをね、お買い上げされるのがいいんじゃないかなというふうに思います。そしてね、今日のね、バナー広告にもあるですね、X5、これね、矢印でつけてますけどもね、ボード側にはこのような形で取り付けると。それからね、ちょうどね、バナー広告でね、ストラトに刺さっておりますけどもね、運用の方法がね、これでわかりますよね。ギター側とボード側、こういう風になるんだということでですね、ちょっとイメージしやすいかなということで、ちょっとね、コラボさせていただきましたけれどもね、ということで、ワイヤレスもありですね、ミニタイプでね、ワウもありですね、ペダルチューナーも、それからね、ダイナコンプもミニで、しかもね、左端ちょっと注目していただきたいんですけど、カーボンコピーのね、ミニタイプもね、早速入れていただいていると。で、よくよく見るとですね、このエフェクターを直接繋いでいるですね、パッチケーブルもね、EBS の、フラットパッチケーブルということでですね、非常にこうエフェボイスさん推奨のボードということでね、仕上がっております。で、6ボードのね、デュオ 2.1、 こちらもね、ぜひとも、注目していただきたいというふうに思います。それではね、本日も音楽と機材もそのようにね、元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。エフェボイの投稿もお待ちしております。